皆様こんにちは。 NPO 法人乳がん患者友の会キララの中川圭でございます。本当にお暑い中、たくさんの皆様方にお越しくださいましたこと、心より御礼申し上げます。ありがとうございます。私たちキララは広島を中心として、患者さん同士の助け合いによる自助の会でございます。小さな患者会でございます。患者さんが自身の体験をもとに、また新しい患者さんのお役に立てたら、そして正しい情報をご提供できたらと、小さなセミナー学習会などを開催させていただいております。そうした活動はすべてキララの会員さんの会費によって賄われております。今回のこのフォーラム15回目となりました。このような大きな会を、これまで私たちのような小さな会が続けてくることができましたのも、例えば企業様であったり、団体様であったり、個人の皆様であったり、私たちにご協賛ご寄付を賜った結果でございます。本当にこの場を借りて御礼申し上げます。ありがとうございます。今年はなんとか資金を集めて、こうして皆様に来ていただくことができるようになりました。実は来年も日にちだけは7月25日に開催させていただきたいと希望しております。どうか来年も開催できますように。せちがらい世の中になって、厳しい経済状態になって、ご寄付もご供養さんも少なくなってきてますが、どうか集まってまた皆さんとお会いしたいなと願っております。のっけからこんなせちがらいお話をしてしまいましたが、でも楽しい会、皆さんと共有していきたいと思っています。今回のフォーラムは Q&A アンサーコーナーをいつものように設けておりません。聴講申し込みの時にいただきましたご質問に関しましては、一覧表にしまして先生方に事前にお渡ししてあります。各先生方のご講演の中にそのお答えがあるのではないかと思いますので、どうぞゆっくりとご聴講ください。また本日お越しになれなかった方のために、そしてまた皆様方がもう一回聞いてみたいと思われる、そんな時のために、私たちのホームページ上に今日のご講演を動画でアップするということもしております。多分作業に2ヶ月ぐらいはかかるかもしれませんが、どうぞそちらも覗いてみてください。それでは恒例となりました、皆様からいただきましたメッセージを少し読み上げさせていただきます。広島市南区みっちゃんからです。ご案内ありがとうございます。今月で4年が経ちました。時々弱気になる自分に元気と勇気をいただけることを楽しみにしています。佐伯区えっちゃんからです。乳がんフォーラムのご案内ありがとうございます。今年もぜひ参加したくてホームページをチェックしていたところです。去年の参加時は手術後1ヶ月ぐらいで、まだ何か地に足がつかないような気分でしたが、さまざまなお話を聞きながら頑張るぞと決心したのでした。そして1年無事に治療を続けています。自分の病気についての知識を増し、勇気をもらってまた1年頑張れたらと思っていますので、よろしくお願いいたします。朝北区のやっちゃんから、大勢で参加させていただきます。この日は年に一度みんなで集まって近況報告でき、フォーラムに参加でき、健康に感謝する日となっております。呉市陽子さんから、ご友人でしょうか、お二人で参加の方です。毎年この会に参加させていただき、二人で元気をもらって帰っています。来年も来られるといいねといつも言っています。
江田島市のあっちゃんから毎回参加させていただいています。感動したり同感したりと元気をもらっていつも帰ります。今回も楽しみです。会場のどちらかにいるあっちゃん、今年もこんにちは。あっちゃんからのメッセージ、2年前とても不安な状態、例えば再発へ対する不安、そんなことを書かれてお申し込みになっていたと思います。去年は少し元気になって、そして今年はこんなに元気なメッセージをいただきました。どうぞこのフォーラムが皆様方の治療に対する勇気と、そして不安を拭えますこと、今日も一日長い時間になりますが、どうぞ楽しく正しい情報をお持ち帰りくださいますようお願い申し上げます。それではしっかりと楽しんで、しっかりとお勉強されて帰ってください。はい、それでは早速プログラムの方に移りたいと思います。